しました。ちょっとなんか買ってきてるよいや超うまそうなんだけど。はい、桃、ピーチスムージー&パッションフルーツでございます。はい、みんなここの犬坊テラステラスに来ると買えますんでね、美味しいですよ。あんみつとかも売ってました。はい、あと地ビールも売ってますんでね。濡れ線も後で買おう。あとお芋さん売ってましたここの階段だよね。はい、この階段を降りていく途中になトンネルみたいなのがあるからな、そこでチェックインできるよみたいな。できるよ。ちょっと下りなんで。このトンネルだったらちょっと遠いよね。ちょっと待って、トンネルが見えるところでいいのかな。もう一回あれを出します。トンネルが見えるはず、そこを目指そう。トンネルが見える場所を目指せばいいのか、トンネルを目指せばいいのかはわからない。トンネルを目指すじゃないですか。あ、なんかね、道路沿いの高浜巨子のまた石碑じゃないけど、それがあるからそこら辺でチェックインできますよみたいなことは書いてある。ああ写真出てきた。これあのトンネルですね。あのトンネル、これこれこれ。本当だ。え、ちょっと遠い。今ここでチェックインできないかな。目的地ではありません233m って書いてあるから、ちょっとここら辺の波が、さっきの波とかすごいね。高い時には来るなって書いてあったからね。まだ大丈夫。そろそろログインしたいんだけど、まだダメなのかな。チェックインダメです。チェックインに打ち上がってないです。これかかるじゃん今のうち普通にうわすごい、こっちまで水の跡来てます。来てるよ。来ますよ、大きいの。え、ちょっと待って、わかんねえんだけど、ちょっと待ってちょっと待ってあれ石碑ってこれ、すごいね、これ岩みたいな、全然違う。これただの岩だ。もうチェックインで、ああできた。チェックイン完了。これでこのコースのミッションは終了です。終了ですか。うん。であとは、銚子電鉄犬吠埼駅が近いよということで、まあ濡れせんべいとかたい焼きとか、あ、駅にも売ってるみたいなんで。で犬吠埼の時刻表。ただここから犬吠埼まで駅まで歩かなきゃいけないんで、どれくらい近くありますよ今ここ、そうこの距離だね。近いね。近いね。近いですか。じゃあ犬吠埼駅行きますか。そう次の電車まで時間があるんで、はい、こう駐車場がすげーいっぱいあるんで、はい、いやさんこの辺でも使えないけど、うん、あ山さん僕の方に、ね、呼んで、はい、ちょっとここで時間潰してで犬吠埼の駅まで山さんに送ってもらおう。それがいい。ちょっと呼び出しますね。お願いします。多分もうさすがに駅周辺にはついてると思うんで。山さん本当にありがとう。めっちゃ使った。あ、なんか LINE 来た。あ、了解し、あ、そう、さっきね、あと15分くらいで着きますって送ったんだけど、やっぱ来てっていうひどいが過ぎる。海を背景に。あ、今電話大丈夫ですか。あ、今犬吠埼の灯台のところにいるんですけど、ここ結構駐車場いっぱいあって、こっちまで来れますひどい。あ、じゃあ来てもらって、で次の電車が16時なんか10分とか15時17分か、うん、とかそんな感じなんで、ちょっとここで時間潰して、はい、はい、お願いします。はい、裏に何かあんのかな。銚子電鉄
濡れせんべい買いましょう。あと、でもね、バナナ車掌のバナナカステラみたいなのもあるんですけど、これバナナカステラ超好きなの。おお。超好き。バナナカステラ。千葉のお土産王に俺はなる。言い切りましたね。言い切ったし、どっかで聞いたことあるわ。聞いたことあるね。聞いたことあるよ。買いとくかな。とりあえずじゃあ濡れせん。濡れせんべいを買います。あれ、試食できんじゃん。うん。薄口、濃口、甘口。薄口からいきます。今日は甘口から。おー、濡れた。あ、よ、よつで。よつで。はい、すみません。はい、どうも、お仕事です。ありがとうございます。歩いていきますか。歩いていきますか。もう超はいもう巻きで巻きで歩いていきます。今巻きで歩いてます。もう高速スピードで歩いてます。どんだけ絶対違う。ちょっとカメラを前に向けた方がいいと思います。いやいい景色ですね。いい景色を眺めながら歩いて。歩いてない。ひどい。ひどい。これはひどい。入れんの？いや、勝手に入っちゃダメだと思います。勝手に入っていいっしょ。ダメですよ。あ、キャンピングカーで、うん、ここで泊まれんの？あ、違います。泊まれない？これをあの自家用車とか、あ、牽引すんの？あ、違いますね。ここに泊まるんだ。そう、なんかキャンピングカーに泊まってる気分になるみたいな、そんな感じでしょ？いや、俺もキャンピングカーの旅はやりたいんだよ。キャンピングカーの旅？そう、いや、キャンピングカーで回るの。おお、はい、これね。ね、いいですね。でも楽しそう。いや、全く分かんないけど、台湾のジオパークと銚子のジオパークが姉妹パークになりましたみたいな。もうなんかなんかこうあるんですけど、もう退屈すると少年が仲良しですよ。おお。へえ。これは台湾に行くしかないってことですね。これに。台湾も行きたいな。台湾一回だけ行ったけど、本当楽しいです。お、楽しかったね。美味しいものが美味しい。マキナちゃんは結構行って。てるんだよね、台湾は。変身写真とかが好きなので、あ、はい、そう、あの台湾 の、 あの1年に3回行くと、なんか入国審査を受けなくても入れるよう証っていうのがあります。すごいじゃん。はい、それをもらったことがあります。手続きして、はい、以上です。鳥居さんをまずえもん神社諸般の事情により鳥居さんを持って対応する。ちょうどあの光の具合がモザイクみたいな感じになってるけど、顔がまずえもん神社みたいな。え、超幸せになれるってよ。上り上司で超幸せ。すごい。いや、もうマジで超幸せになりたいんだけど。今めっちゃ幸せなんだ。大丈夫。本当。脳みその中で幸せオーラがいっぱい出る。まずい棒コーンポタージュ味な。これはありますね。
あ、いっぱいあるじゃん、味、はい、チーズ味とか。超幸せ切符欲しいな。じゃあ行っちゃい、うん、いやでもこれは2人で来た時に買うもんなのかな、わかんない。自分でほら、自分で幸せ、あ、これは自分で作る。え、これはこっちは2人で来た時、そうそうそう、2人で来た時に買いたいな。じゃあ誘ってみようかな。誘ってみてください、気になる、あの子、うん、いっぱいあるね。お土産にぜひ来たら、犬吠駅はかなりいっぱいあるね、お土産コーナーが。白い海ヶ浜が終わり、犬吠もこっから犬吠先に来ました。バンバン。そして最後、戸川が最終地点になります。もう1個出しても、2個出しても、3個出してもゴールなんで、16時11分の電車でこっから戸川に行って、で戸川のミッションを終えて終了だから、ミッションが5時に終わるかどうかっていう、かなり際どい感じだよね。そういう感じですね。戸川ミッション次第で、戸川のミッションは見た感じ重くはないから、お、うん、見た感じね、その何分かかるよみたいなのがあるじゃん、あれが短かったじゃん。あ、本当ですか。だいたいね、70分とか80分とかって書いてあるんだけど、ただ55分で終わるよって書いてあったから、15分くらいに着くわけじゃん、うん、負けば大丈夫、負けばいける。ここら辺だって前行った時どこだったっけ。あ、なんかね、ここが割と早く行けたから、早く行けましたね、うん、負けば5時以内にクリアできると思うんで、頑張ります、頑張ります。はい、じゃあでは戸川へ行ってきます。行ってきます。ここで、あ、まあ、犬吠駅、おお、すごいね。基本的になんかどの駅もなんか凝ってるよね。そうですね、なんかおしゃれチックな感じ。入る。あ、こっちから来たんだよね、ロズウェル君ヶ浜から。はい、ロズウェル君ヶ浜からありがとう、とかは、あ、とかはなんだ、とかはなんだ、とかはじゃなくて、とかはなんだ。へー、あー、なんかやっぱり撮ってますね、船のあれが。あー、すごいね、灯台だからちょっとオシャンなタイルが、かわいい。来たね。あー、いいね、この大人気だね。多分この木の間を登ってくるところがいいんだろうね。そうですね、トンネルを通って、トンネルを通っていい感じです。あー、確かにいいね。みんな撮ってる。今度来るときはあれですね、個人的にはあの全部ずっと乗るをしてみたいですね。ああ、ね、うん、そんな長くないからね、30分もあれば多分行くと思う。ですかね。また開かないとことかあんのかな。開かないとことかあんのかな。あ、全部開いてます。全部開いてます。降りますか。あ、前行こう、前。